奉仕だ。仁の志を受け継いでいるぞ。諸葛亮、私はこれからどうすればよいのだろう。とてもではないが、父上のようには振る舞えぬ。私は父上の後をしっかりと継げるのだろうか。龍禅、あざなは孔子。神君劉備の子で、幼名は後という。父劉備は義兄弟の関羽と張飛の仇討ちのため後に進行だが、医療で敗れ白帝城にて病没した。劉禅は彼の後を継ぎ、蜀の帝となっていた。劉禅様は劉備殿から仁の心を受け継いでおられます。きっと立派な後継者となりましょう。そうか、皆に期待されているのだな。あまり気負われませぬよう。龍禅様は龍禅様の思うようになさればよいのです。それを補佐するのが我らの役目なのですから。ああ、よろしく頼むぞ。我らはこれより亡き劉備殿の志を遂げる。劉備殿はしかし後との関係を修復するということですね。つまり諸葛亮殿の唱えられた殿下三分の考えに。ええ。しかし慶州は国力のそのやはり慶州を失った分、故に義の領土を奪うべく北伐を決。分かった、諸葛亮の言う通りにしよう。だが一つだけ約束してほしい。父上の望んだ仁の世、皆が平穏。
いいもの揃ってますよ。ありがとうございました。いいもの揃ってますよ。ありがとうございました。馬がご入り用で、またお待ちしてます。えい、いらっしゃい。毎度どうも。
らっしゃい。毎度どうも。龍禅様、義が動き出し、ご方面。そうか、本来ならば諸葛亮に任せ、私たちだけで。敵は周到な策を用意している。心配はいらないぞ。諸葛亮から策を預か、義が攻めてきてしまった。皆、な、敵は外邸に本陣を構えております。龍禅様、この長子流にお任せを。龍禅様、諸葛亮殿からの書状、お忘れではありませんよね。ああ、そうか。皆、待ってほしい。諸葛亮から策を預かっているのだ。俺の向かう先、指示は皆に行き渡ったようだ。無双の豪華だ。死ぬ時は死ぬんだ。こんなもので良いかな。ああ、疲れた。龍禅様の勇姿、味方の励みとなりましょう。自分が守る。皆も備えを固くして何者も侵入させるな。あの地、少し気になる。制圧に向かおう。これで何とか。劉備殿のいない職などすぐに瓦解しよう。俺が引導を渡してくれる。毛達殿はそう言う。食の勢いは侮れん。そのため自分が援護に回ろう。なぜこんなに強いんだ。寝返ったのは失敗だったか。劉備なくとも食軍は結束し、
光景を捉えたのは誤りであったか。範疇は防衛できましたね。これで策もきっとうまくいくでしょう。あの地少し気になる。制圧に向かおう。勝てたのか。よかったよかった。他を寄せつけない。お見事です。あの地少し気になる。制圧に向かおう。あの地少し気になる。制圧に向かおう。敵の足場を崩し戦意を損。守りは性に合わねえんだな。やるからには絶対に抜かせねえ。傭兵艦を脱出する。皆続け。張り切っているな東進殿。俺も宗家千里の駒として援護しよう。やっ、狙いは定まった。敵の足場を崩し戦意を損。そんなバカな油断があったのか。俺はなんと役立たずなのだ。敵の要所を落とす。マキラ続け。傭兵艦を取れなかったか。姉妹殿面目ない。勝てたのか。よかったよかった。龍禅様、お見事な戦ぶりです。長子龍感激しました。失った職を侮っていた。無策で出迎えると思ったか。兵器で貴様らを追い返してくれる。あの地少し気になる。制圧に向かおう。諸葛亮の策に翻弄されるとは。この屈辱決して忘れんぞ。逃げろ。どうぞ。やっ、これなんとか。
し訳ありません。どうかご無事で。敵将討ち取った。龍泉様、お見事な戦ぶりです。上司流感激しました。さすがですね。頼りがいがあるって感じです。いでよ、真っ向心。これが何とか。敵将討ち取った。他を寄せつけない分、お見事。職を滅ぼす好機を生かせぬと、どこかに慢心があったか。なんと義をお任せしたか。諸葛亮の策は皆の風船のおかげだ。これからも共に職を守ってほしいよ。龍禅様、魏の全軍が撤退したとの報が入りました。そうか、皆が一丸となって頑張ってく。こたびの戦は劉備殿亡き後も、しょその思惑通り、これで。ああ、頼もしい皆に支えられて私は幸せだ。これからも仁の世のために働いてほしい。義の信仰はそなたのおかげで無事に食い止められた。次はどうすればいいだろうか。我らは劉備殿、関羽殿、張飛殿を失っても、義と真っ向から戦う今こそ。そうか、残後は我らと争った相手、私たちの話を聞いてくれるだろうか。聞いていただかなくては、我らの描く天、私が後へ向かいます。直接話せば必ず聞き遂げてもらえましょう。そうか、ならばこたびの件、そなた私仁の世を実現するため、これで。では以前諸葛亮殿がおっしゃっていた北伐。いいえ、そのためにはまず孝子の憂いを断つ必要があります。孔明様、それは南のことですね。義のご方面進行の際、
南中は蜀に攻め、魏軍は撤退しましたが、後方にまずは南中を平定するべきでしょう。わかった。そなたが平定といっても武力で抑えては魏と変わる、難しいとは思うが、どうか仁の志。南中は多くの武、魏と戦うには南中との融和が不可欠。大王を振幅させるまで何度でも戦い、蜀の強さを示しましょう。兵は天枠苦戦しております。どうか奴らを撃退していただけませんか。ギレは私らの土地を荒らす奴は許さねえ。みんなまとめて追い払ってやる。本当に助かりました。これで総攻兵の情報をお伝えできます。奴らの鎧は非常に硬い反面燃えやすい。攻撃に火を用いればたやすく破れそうです。今回はこのぐらいにしておいてやれ。次は絶対に追い払ってやるからな。こんなもので良いかな。ああ、疲れた。殿につくと決めたのだ。もう職には戻らぬ。覚悟してもらおう。皇帝はわしらの家族だ。手出しするんじゃねえ。敵の狙いはこの地と見た。守備を固めよう。申し訳ありませんでした。これで何とか王職を裏切らないので許してください。
ってたのか。よかったよかった。そうそう、南中の毒沼にはご注意を。入るだけで徐々に体力を奪われます。南中には毒を無効化できる忍者もいるとか。お困りの際は探してみてはいかがでしょう。することが戦のコツよ。敵拠点を攻め、我らのものとするぞ。臭いね。ここら辺狙われてないかい？私らが守っておくよ。地を制することが戦のコツよ。敵拠点を攻め、我らのものとするぞ。好きにはさせねえ。賢明は絶対守ってやる。この猛角様に挑もうってのか。見つぶされてえか。ダメだ、どうあがいても勝てねえ。おめえたちの勝ちだ。貴様、ようやく大王を勝利させられましたか。これで南中との融和はなりそうですね。敵将を討ち取った。
無事に南中を平定できたようだな。諸葛亮、この後は孝子の憂いは立ちました。これいよいよ義の御ですが、我らはそまた厳しい。将兵皆、戦う準備も覚悟もできております。龍禅様、いつでも。ああ、その前に諸葛亮、趙雲、一つ聞かせてくれ。魏と戦って我らは勝てるのだろうか。龍禅様、魏は屈強な兵を揃えています。以上が、これより北伐の準備に取り掛かります。私は不在がちになり。諸葛亮、何もそなたまで働かずともよいのではないか。いえ、戦とは準備の時点でし。そうか、ならば私も行こう。ここにいても退屈。龍禅様、それはあまりにも危険です。制裁も来ればいい。ここでお守りをしてもつまらないだろう。それでよいか、諸葛亮。お心遣い、痛み入ります。では。心遣い、何のことだかわからぬが、こちらこそよ。成功なくして陣の世はなりません。来たる戦いに備え、安全の準備を整えましょう。はい。魏に降伏し、蜀は滅亡した。彼は敗軍の将として洛陽に連行されることとなる。悲哀、落胆、軽蔑、民のさまざまな視線を受けながら龍禅は旅立つ。偉大なる父を持ち、周囲の期待を一身に背負っていた。そんな彼が今、民の怨嗟を背負って行こうとしている。見送ってくれるのか。ありがとう。龍禅様、なんてアンクメ、龍禅様がいなくなったら、わしらどうすれば。みんな聞いてくれ。私は
楽ようで楽しく暮らそうと思う。だから皆も幸せに暮らしてほしい。龍泉様、芯は強く握りしめていらしたのです。今すぐ手当てを。良いのだ、正妻。父上の仁の夢を叶えようと多くの者たちが散っていった。私は食感を滅ぼし、彼らの思いを踏みにじったのだ。この痛みくらい引き受けさせてほしい。お願いだ。